カーマカーマデーバは、ヒンドゥー教における愛の神である。カーマは元来、愛の意で、マンマタ、カンダルパ、マーラなどとも呼ばれる。ダルマとシュラッターの息子だが、ブラフマーの息子とする説もある。ラティ、プリーティオヒトシ、バサンタを親友とする。美男子であり、オウムに乗り、怪獣マカラを旗印とし、サトウキビの弓と、五本の花の矢を持つ。 ギリシア神話のエロオスに相当し、火のラテや親友、バサンタを伴って、相手に近づき、その矢でいられた者は連情を引き起こされる。苦行者の邪魔をすることもあり、それが原因で芝神に焼き殺された。芝に向け合いの矢を放とうとする、カーマカーマを灰にする、芝神神が、ターラカという悪魔に悩まされていたとき、ターラカを倒せるのは、芝神とパールバティのことされていたが、 苦行に没頭していたシバはパールバティに全く興味がなかった。そこでシバの関心をパールバティに向けさせようとして神々はシバの元にカーマを派遣した。瞑想するシバはカーマの矢によって一瞬心を乱されたがすぐに原因を悟り怒って第三の目から炎を発しカーマを灰にしてしまった。カーマのアナンガという別名はこれに由来するとされる。悲しむラティに 天から声が聞こえてきて、シバがパールバティを受け入れるとき、シバはカーマに肉体を返すだろうと予言をする。カーマと、ヒ・ラティの石像カーマと二人の妻、バーガバタプラーナによれば、後に、カーマはクリシュナとルクミニーの子プラディウムナとして再生する。悪魔シャンバラはプラディウムナに殺されるという予言のために、赤子をさらって海に捨てると、赤子は魚に食われるが、 漁師がその魚を捕らえてシャンバラに剣じ、料理人がその腹を裂くと、赤子は無事であった。そこでシャンバラは、それとは知らずに、救治女、マーヤーバティーに渡すと、彼女はその子を育てたが、マーヤーバティーは、実は、カーマの前世のヒラティーであり、隠して二人は、再会を果たした。やがてプラディムナは長じて、悪魔シャンバラを殺し、マーヤーバティーを伴って、 クリシュナのもとに外旋した。カーマの別名マーラは、仏陀の修行の邪魔をした、障害の魔王の名としても知られる。など、カーマを供養する祭りは、春のチャイトラ好きに行われる。ありがとうございます。